これはレナが一人で頑張らないといけないことだから。頑張って全部終わって、今まで通りになったら絶対戻ってくるから。日暮らしの泣く頃に卒7月放送開始。レナさん、リカをひなみ沢にとどまらせることができたら、その世界では必ずあなたも幸せにしてあげましてよ。